大学別トイックランキング明治大学早稲田国際教、まあ国際教だよね。で東京大学来ました。中学校の英語教員、エフランと兄弟が同じ。では始まりました、もちチャンネル。さあ今回はですね、大学別トイックランキングというのをねやってみたいと思います。まあちょっとね発表されてた動画があったんで、それを取り上げようかなと思いますね。でちなみに日本全体ではですね、どれぐらいなのかっていうとですね、531点が2020年の平均だったそうですね。ちなみに中国は533点なんだよね。まあ、ちょっとねデータの数が違いすぎるので、まあ何とも言えないんですけど、まあ頻繁に行われている国を考えた場合に台湾が564点というので、まあ負けてますね。で次は韓国かな、よくあるのは。そう、683点でやっぱかなり差がついてる感じで、あとすごく多いのがフランスなんで、大学生フランス受けなきゃいけないとこ多いんですよね。でそれが740点、まあこれもちょっとね差がついちゃってるかなって感じかな。でドイツが826点なんだね、平均。やっぱ高い。まあまあ受ける人がそんなにいないけど、留学してた時にちょっとドイツ人に言われたもんね、どうしたらいいって言って、トイックなんか受けたことないんだけど、で受けたら何この簡単なのっつって950点ぐらい取ってましたけど。では見てみますね、偏差値とともについてるんだこの動画。では見てみます。まあこれでね、きっとこの動画もすごい再生されるようになるかもしれないですね。前にね、東進の講師の学歴とかっていうのをね、僕は動画で取り上げたんですけど、その時数千再生だったのが、今めっちゃ再生されてるもんね。同じように再生されるかな、一気に。はい、では行きます。最初が、白鴎大学、経営学部1年。あ、なるほど、1年とか学部とかもあるわけだ。それが偏差値40から 42.5 で、332点。平均ですからね、あくまで。テスト自体は5点刻みですけど、平均っていうのはこういうのがあるね。で、宮崎国際大学1年時、偏差値47.5から60。そんなに幅があんの？ここが350点。まあ、だから300点台。相当低い。ですよ。勉強してて300点ってことは、だからまあ全然できないですね、英語のレベルとしては。続いて、日本大学文理学部英文学科、偏差値 52.5 から 57.5381。 悲しくないですか。ちょっと日大、まあ日大ね、ちょっと昨日動画出しましたけどね、あの理事長逮捕されちゃいましたね。英文学科なんでしょう、381って。なんて言ったらな、英検2級ないかあるか、そんなレベルですよね。英文でしょ。埼玉大学、あれ国立1年時411点、偏差値 47.5 から60。 47.5 の学部とかもあるんだ。山口大学、ペペペ、山口県から来ました。はい、414点。まだ全然平均より低いですね。偏差値40から 42.5。 そんな低いんだ。香川大学、偏差値 47.5 から65。幅広いな、香川大も。418点。低いね、まだやっぱり418点だと。新潟大学1年次、偏差値 52.5 から57.5 で425点。やっぱね、まだ400点台だもんね。広島大学生物生産学部、偏差値 47.5 から60。え、同じ学部なのに偏差値の幅あるの。440点。広島大学工学部 52.5 で446点。まだ400だ。あ、白鴎大学2年になってる。2年になったら465まで上がるんだ。で白鴎大学経営学部3年、469。おお、2年と3年で平均が4点しか違わない。埼玉大学、ああ埼玉大学また出ました。2年時になると477点。それでも477か、なかなかだな。でまだだって半分正解できないってことですからね、トイックの 50% ですから。そして長崎大学、おお工学部、偏差値45から 52.5 で483。まだそうか。広島大学総合科学部、52.5 から60で489。千葉大学看護学部、偏差値55、499。あ、これで半分ぐらいいきましたね。はい。東京農工大、52.5 から67.5、503点。はい、500点台を突破。千葉大学園芸学部が504。広島大学また出てきた。文学部、人文学科が509点。千葉大学看護学部が511点。まだ日本の平均まではいかない感じなんですね。はい。続いて広島大学歯学部、お、歯学部が518点。千葉大学理学部が518。金沢大学524。千葉大学教育学部531。あ、ここでちょうど日本の平均と同じ。大体だから千葉大教育学部ぐらいが日本の平均の英語のレベルってことなんですか？日本の平均のトイックレベルって感じですね。はい。私が合格したところです。広島大学法学部538。ここから上ですね。千葉大学法系学部、これで544。千葉大文学部、548。奈良女子大、へぇ、550。中学校の英語教員、560。ここで中学校、
ちょっと偏差値何 ?72.5 から80ってどういうことだよ。意味がわからない。次、宮崎国際大学、また出た。3年次、BF から37.5、ボーダーフリー、つまり F ランですね。F ランやないかい。でも F ランでも570取ってるじゃないですかってね。こういうのね。まあわかんないですよ。F ランでもそういう風にやってるところはあります。なんでかっていうと、そもそもその点数取れないと進級できないっていうのがあるからですね。例えば3年生の時に600点以上取らないと次の学年に行けませんとかってやってるところですね。まあありましたよ、実際僕が教えてたところでもね、それやってて結局全然取れないっていうね。で最後のなんか救済措置みたいなので卒業していく。一応全員600点ってね売ってたんですけど、やっぱ取れない。神奈川県立外語短期大学580、偏差値ない、どこそれ。立命館594、お出てきましたね。立命館50から65、千葉大薬学部599、お600まで来ました。明治大学615点、お明治は行くんですね。いよいよマーチ出てきました。中央大学が617、お中央の方が明治より上なんだね。あーでも中央結構ね、そう捨て上げも言ってたけど、トイックの授業とかあるんだよね。一橋大学さあ来ましたよ。国立67.5か、偏差値72.5、619点と。高校の英語教員、偏差値って、偏差値って何だこれ、80から85って。いや、全然、高校の英語教員よりも一橋大学に入る人の方が英語はできると思いますよ。入った後でだんだん下がっていっちゃうからね。で、一橋と英語教員も同じぐらいなんだ。へぇ。続いて、京都大学。お、来ました、京大。京大が、偏差値60から72.5なの、そうなの。628。で、宮崎国際大学、現れました。はい、4年次。え、F ランと兄弟が同じ628点。ほろろろろろ、頑張ってるじゃない。まあ多分これこの点取らないと卒業できないとかやってんだと思いますね。だトイックはすごい力入れてるとこってありますからね。大阪女子学院大学、これも BF って書いてある。 F ランなんだ。でも630なんだ。どうやってって。立教大学は630点。うおー、立教。独協大学、ああ独協ね、外国語強い、勉強してるから。外国語学部英語学科は634。北千葉大医学部、細井先生636。東京工業大学、東工大が640なんだ。同志社が641。へえ。神戸大学648。新大です。広島大学、あ医学部来た、649。関西外語大学、ああはいはいはい、外国語学部英語学科、うんうん、667点。で東京大学来ました、688点。それでも688なんだ。なんだ、何、地震すごっ。東大が688なんで、それでも行かないんだ。で、青学が689。おー、青学の方が東大より上。へー。あ、東京外国語大学、はいはいはい。で、719。あーまあ、こっからはね、高いね、結構。で、東京大学、大学院生、理系が723。うん、そうなんだ。広島大学、教育学部、英語科が725。上智、あ、来ましたね。732。やっぱ英語強いね。お、慶応 SFC、750。東大分散。あ、分散だけだと752。はいはい。こっからすごいですね。やっぱ、神戸市外国大学、外国語学部、英語学科、762。ほんほん。あ、早稲田来た。早稲田国際教、まあ国際教養ね、すごいからね。770。同志社女子大学、国際教養学科3年生。おい、同志社女子、どうしちゃったの ?783。東大大学院生、文系が800。ああ、来ましたね、800。一橋大学大学院法科研究科823。もう一個。上智大学外国語学部英語学科。おぉ、865。高いね。国際キリスト教大学874。はいはいはい。やっぱね、国際キリスト教大学は強い。帰国子女も多いしね。874。そして東京外国語大学外国語学部英語学科。さあ、東京外語の外国語ですか。877。もう900近近い。国際教養大学920点。まあ、そりゃそうとか、もっと取れるでしょ、多分練習すれば。国際教養大って、だって、英語めちゃめちゃすごいっていうか、だって、授業英語でしょ。上智国際教養学部が938。はい、もう9割超えですよ。いやー、すげえ。やっぱすごいとこは、すごい高いと。基本的には偏差値と、まあ、比例する形にはなってると思いますが、若干やっぱりね、トイックに力を入れてるってとこがあったりするので、ちょっとエフランと兄弟が同じっていうのが起こったりするわけですね。はい、こんな感じで。トイックの点数で逆転するんだって言ってね、頑張る人も実際いますからね、大学にはね。そう、自分の大学良くないって思ってもね、トイックで逆転だって思ってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。実際そういう人は多いですから、僕の周りとかにもね。はい。ということでした。皆様どう思われますか?ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.